カール・ミードは、アメリカ空軍大佐、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。1950年11月16日に、イリノイ州のシャヌート空軍基地内で生まれた。既婚で二人の息子がいる。木工、自家用飛行機の製作、ラケットボール、ジョギング、スキー等が趣味である。父のジョン・ミードは、テキサス州ユニバーサルシティに在住。 母のエスター・ミードはすでに死去している。1968年にテキサス州ランドルフ空軍基地内のランドルフ高校を卒業した。1973年にテキサス大学で電気工学の学士号。1975年にカリフォルニア工科大学で電気工学の修士号を取得した。現在はノースロップ・グラマンでクルーエクスプロレーション。 ビークル開発の技術マネージャーを務めている。アメリカ空軍での勤務に入る前、ミードはカリフォルニア工科大学のヒューズフェロー、ヒューズエアクラフトの電子設計技術者であった。アメリカ空軍に入隊すると、テキサス州のラフリン空軍基地に配属され、航空教育、訓練軍団でのパイロット訓練を優秀な成績で終えた。1977年に、 サウスカロライナ州小空軍基地の第363戦術偵察飛行隊に配属されて RF-4C に乗った。その後、アメリカ空軍テストパイロット学校の80バイトクラスに入り、卒業の際には成績優秀のローソン・ティトル賞を受賞してカリフォルニア州エドワーズ空軍基地の第6 5 1 0十種健康空団に配属された。 ここで、リードは、回マイナス 5E、RF マイナス 5E 及び回マイナス20、また ALCM 及び GLCM の開発試験と評価に従事した。彼はまた、回マイナス4での高速走行、ブレーキ、関西、離陸、着陸、飛行の質、兵器システム等の試験を行った。彼は、その後、回マイナス16合同試験部隊に配属され、 海 -16A 及び F-16G の積載、フラッター現象、飛行の質、兵器システム等の試験を行った。1985年には海 -4、A-7、A-37 等の教官として再びアメリカ空軍テストパイロット学校に戻った。27の異なる機体で4800時間以上の飛行経験を持つ。 ミードは1985年6月に NASA に選ばれ、1986年7月に宇宙飛行士になった。彼はシャトルアビオニクス統合施設での飛行ソフトウェアの確認試験や、ケネディ宇宙センターやバンデンバーグ発射施設での上院脱出飛行や、大びた地上脱出試験、打ち上げ支援の業務に従事した。STS-38 の前及び、 STS-50 の後には、マーシャル宇宙センターでの個体ロケットブースタープログラム、及び、スペースシャトルメインエンジンプログラムにおいて、宇宙飛行士室の代表を務めた。また、STS-55 の2年間は、宇宙船通信担当官やランデブー及び、ドッキングオペレーションの主任宇宙飛行士を務めた。ミードは3度の宇宙飛行を経験し、 合計712時間以上を宇宙で過ごした。1990年の STS-38、1992年の STS-50、1994年の STS-64 でミッションスペシャリストを務めた。STS-38 は1990年11月15日の夜にフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。 5日間のミッションで、ミードはアメリカ国防総省のオペレーションを行った。地球を80周し、宇宙に117時間54分28秒滞在した。1985年以来のフロリダ州への着陸となり、1990年11月20日に、ケネディ宇宙センターに着陸した。STS-50 は、1992年6月25日に、 フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられ、アメリカ合衆国美賞重力実験室を運んだ。アセメルは流体物理学、燃焼化学、固体物理学、生物工学等の分野の基礎科学研究のためのスペースラブの一部である。またこの飛行はコロンビアに新しく実装された機動滞在期間延長機器の初めての活用となった。 ミッションは331時間30分4秒続き、地球を221周して、1992年7月9日にケネディ宇宙センターに着陸して、スペースシャトル計画の歴史で最も長い飛行となった。1994年9月9から20日に行われた STS-64 では、ミードは10年ぶりの宇宙遊泳を行った。その目的は、 セルフレス給用推進装置の飛行試験であった。船外に6.9時間滞在し、そのうち3.6時間は推進装置を操作した。その他、初めてのレーザーを用いた環境研究、太陽科学衛星の放出と回収、姿勢制御スラスタの排気の特性研究等を行った。ミッション期間は10日22時間51分だった。 ミードは1996年3月に NASA と軍を実施、スカンクワークスで X-33 の副プロジェクトマネージャーとなった。ありがとうございます。